呪術廻戦うろたかこ藤原に対する読者の反応を紹介します。めちゃくちゃ私の技使うなぁ、藤原。頑張れよ、藤原。よかったなぁ、たかこちゃん。うろの術式ものすごい便利だからね。ありがとな。たくさん応援してやってや。薄らぎめっちゃ使い勝手良いんだろうな。スクナのヤバさを生で見たことある世代だもんな、たかこ。リーゼント戦でも大活躍だったな。今更だけど空の術式ってもしや当たりなんかな。呪言食らうまでまともな被弾なかったからな。あと領域展開後の焼き切れ攻守揃ってる上に空飛べるし相当強い術式だよ。先代のやつ領域崩壊直後プラスクロール死の乱入で高子の意識がそっちに傾くがなけりゃ高子の一人勝ちだったレベルで強い。服という拘束から解放された上で大事なところは隠せるんだから当たり中の当たりよ。ドルーブ、ラクダワラにも感謝しないとな。サンキュー高子。やっぱお前の術式強いよ。自分の術式が少なにダメージ与えてんだから、高子もテンション上がってるよ。術式は性能だけじゃなくて持ち手も重要なんだね。誇れお前は強い。ねえ、なんで全裸だったの？多分空飛ぶため乙骨も手でしか使ってないし肌に触れてるとこしか空間に触れないんじゃない？弾丸猫エッチだから。それ以外に理由がいるかい？全裸で堂々としてるのはないます。防具つけないことで術式強化するみたいな縛りかと思ってた。乙骨がうろと同じポーズ逆さで飛んでたのはなんか良かった。まごうことなき前世紀の宿儺に立ち向かった女の術式はさすがに格が違った。術式は最高クラスのあたりだと思う。先週のあれ顔面からひどい出血してたけどもしかして副眼潰れた？すぐ治せてたっぽいけど。乙骨のすり倒し方的に出し絵技までありそうなんだよな。空の術式。ガーフ技を領域で必中させてくるのマジで戦いに遊びや冗談が入らない感じで好き宿儺は避けろよしてきたけどなんかとても乙骨らしいと感じた。空の術式は領域必中じゃないぞ。肌で触れてる部分しか使えないから術式を使った立体起動のための裸なんだと勝手に予想してたんだが乙骨腕だけで全然アクロバティックな動きしててこれ裸に優位性あるか？って思ってしまった。空気を全身で感じることによって術式精度を引き上げてるんじゃね。先代の時から高子の裸の意味ないんですねってやたら言われてたし趣味だったか。ほら全裸の方が解放感あるしね、二度目の人生をエンジョイしてるしね。術式だけじゃなくて本人もかなり上積みだった普通に領域使ってくるの怖すぎんか。こいつ今何やってんの？宿儺にビビって先代で泣いてる。かわいいかわいい。高子の空の術式やっぱ強いしよろず脳感あるよな。めっちゃ使ってて笑ったこの戦いで逃げ延びたぐらいだしな。藤原、阿部、菅原全部乙骨一人でできそうなのくさ。人外魔境仙台だよこんなん。高子はガクブルだったけど宿儺戦で MVP ぐらい光ってますよ。防御を無視して空間ごと砕く攻撃威力を無視して空間ごとそらす防御を生むクソ強い。絶対攻撃と絶対防御ってそれどこの縁おばさん。飛行能力のある術式ってそれだけで割と貴重だよね。高子は賢弱のプレイヤー上がりから逃げられてるかななんやかんや終わった後で乙骨にお礼言われてブチ切れる高子健太は。よかった乙骨が全裸にならなくて。そんなことしたらリカちゃんが興奮しすぎて戦いどころじゃないからな。乙骨が全裸のファンアートめっちゃ笑ったわ。高子が乙骨に出れる展開を密かに期待している。リカちゃんダメです。裸の女同士の戦いか、言ってこい巻き。クソほど応援してる高子で草間は藤原と宿儺が争ってたらまず宿儺の方に死んでほしそうではあるか。頭パンツは下鼻が高いよ。ありがとうパンツ。すごい術式ですねなんで怠慢で負けたんです？急に来たから。考えたら当初は唐突な宿儺上げに見えた解説も、呪具を駆使して退けた。って書き方だと。チートボディにチートアイテム持って使いまくってめっちゃ頑張ってなんとか撃退したんやで。に見えてくる。誇れやっぱ強いよ高子は。仙台結界ってマジでレベル高かったんだな。空の術式ってやれることが宿儺の空間切断と同じだもん。頭パンティーのブルブさんも相当厄介だったはずだし石氷たちも膠着状態になってた。クロール氏もいたからね。そういえばこいつまだ生きてんのかな。全裸なのは常時変な体勢の高子に合わせて服書くのが面倒だったからだと思う。平安時代は全裸女だらけだったのかな？平安時代は現代並みに夏が暑かったらしいつまり男も全裸だ。源氏物語の絵巻で、雲井の狩りがやたらスケスケシースルーの衣装を着ていた。
そういえばよろずも全裸だったな。あとは単位生殖で増えれば一人じゃないんだができるな。タカコとパンツの術式使ってるんだからリーゼントのも使ってやれよ藤原。純愛法で十分だし。ドルーブの配置式神の軌道上を領域にする術式から式神の軌道上を不可侵の結界にする術式になったの？不可侵は少なが勝手にそう思ってるだけだから。また湧いてて草。乙骨が使うたびに後方視正面できる面々の多いこと。結局藤原の子孫なのか菅原の子孫なのかどっちなん？高子味方になれ。どっちもでしょ千年以上前なんだからどこかで自然と血が混ざっててもおかしくないし。藤原と菅原みたいな名家なら名家同士の制約結婚とかもあり得る。うろ忘れにもあるように、術式の関係で全裸の可能性があるけどよろず様はあの人なんで全裸なんでしょうね。菅原の道真も無自覚煽りかましてたのかな。だから太宰府に飛ばされたのか。乙骨雄太の風評被害？女たらし、殺人鬼の顔、天然戦リスト。でも道真はゴリゴリの支援でたたりまくってるよね。そりゃ天皇に仕事押し付けられた上に藤原の権力争いに巻き込まれて餓死同然で亡くなってるからな。藤原の刺客に襲われてたって伝承まである。まあ自分は必死になってるのになんでそんなことに必死になってるのねえなんで？って言われたらイラつくな。しかも初対面。菅原の道真の方が史実的に自分に必死になれない人間な感じがするしやっぱ違和感あるよな藤原氏なんて権力争いのエゴの塊だし。乙骨は菅原の道真の子孫だけど話の内容がうろがかつて仕えていた藤原氏の人たちに似てるからてめえさては藤原の子孫か？って切れてるんじゃない？その藤原氏のイメージを逆手にとって意外なキャラ作りをしてくる嘆願猫もあると思いますよ。まあ藤原って言っても一枚岩でもないけどね藤原茂実って武将は道真公をめちゃくちゃ慕ってたけど東北に飛ばされて部下に暗殺か受殺されたらしいし性的の藤原の時平の弟忠平とは仲良かったそうだ。藤氏の暗殺部隊隊長なんだからかつての自分の上司と同じような嫌味言われてお前頭が藤原か？ってなったのでは？頭、全員かよ？のノリな気もするが後半の血族がわからん。藤原の人間みたいだな寝ぼけたこと言ってんじゃねえよお前はどうせ恵まれた血統を持っていい人生を送ってきたんだろうけど私は今からそのスタート地点に立とうとしてんだよクソがみたいな風に解釈した。でもここで菅原の子孫を自分が仕えてた一族の人間と誤認するってちょっとピエロすぎる気もする。多分藤原の血筋を持つ人だろうと思ったわけじゃなくて言ってることか態度かが藤原の人みたいでムカつくってことだと思う。これ誤字っていう人いるけどさ。別に藤原でも通じるよね？お前は藤原の性根を持つ人間か、ってことでしょ？文字をそのままで読みすぎだと思うもちろん誤字の可能性もあるし、その時は謝るけど、藤原はおかしい、菅原の間違いだ。って確定はできないでしょっていう意味で言わせてほしい。頭藤原か？ってことよね確かにそれでも全然わかるそれはそれとして現時点ではどうとでも取れるからな、次回以降補足あるんかな。ただこの後にお前らのような血族に何がわかるって続くから乙骨を藤原の血を引く人間だとは認識してると思うよ。発言だけで血統かはわからんくね。呪力が似てるとかなら五条と乙骨みたいに血縁かってなるのわかるが。頭藤原の人間か？お前らのような血族に才能のある人間？不自然な気がするやっぱウロちゃんの勘違いかな。具体的な血縁関係を言ってるのではなくて端的に言えば恵まれた家に生まれたお前らって言いたいのかなって思った誰かに従うしかない家に生まれて選択肢がなかったのが嫌いだったみたいな過去があるんじゃないかわからんけど藤原と同じ類の人間かって読み取ったんだけどみんなどう？